先ほど三振に倒れている大山、レフトに持っていた、ライナーで飛び込む、待望のホームランが出ました。4番の大山、タイガースファンが待っていた第1号、横浜スタジアムレフトスタンドにライナーで運んでいきました。反撃開始のタイガース。捉えた大山の当たり、左中間、レフトもセンターも追わない、レフト2階席に飛び込んでいく大山、今シーズンの第3号。タイガースが1回の表先制に成功しています。でした。サイスニード捉えた、これはどうだ、これはどうだ、見送った。大山今シーズン第5号のホームラン。ですか、はい、スライダーをセンターに弾かしました。センター大きな当たりだ、こちらも切り風が吹いて入るか。ではやっぱりカーブなんですね。まあそうですね。そして速い球、捉えた捉えた、レフトのポール際、まず完封を阻止しました。大山の第8号、タイガースに待望の1点、これで2点差。今永の完封を阻止、さあ9回の表その差は2点。しませんでした。9号ツーランホームラン。なんとタイガース、この3回一挙に5得点。そのあたり4番の大山どう対戦してくるか。打った、美しい弾丸がレフトスタンドに飛び込みました。一振りで仕留めた4番の大山、今シーズン第10号のホームラン。4番がまさに一振りで仕留めました。ライトへ伸びていって、どうだ、スタンドまで行きました。
大山の今シーズン第14号のソロホームラン。ダメ押しとも言っていい一発が出ました。大山タイトル、レフトへ一発を放ちました。大山久しぶりのホームランが出ました。第15号、長い間合い、いい当たり、止めた、レフトスタンド一直線、大山先制ツーランホームラン第16号、完璧に捉えました。ストレートで空振りやファールが取れていない状況だったというふうに話していますが、大山のボール、打球どうか、見上げている、特大の一発、大山いいですね、で3試合連続ですかね。しかもこの横浜スタジアムでも5本目となります。大山ここに来て絶好調。最後チェンジアップ、レフトスタンド、大山の19号ツーラン。高橋奎二の立ち上がり、最終戦の第1打席ツーランホームランでタイガース2点先制。